も初島の淀川に来てます。第一テーマでやろうと思ったんですけどね、今日も釣り人多いのでこの場所にしました。今日はですね、ちょっと時期的にも尾長メジナを釣りたいんですよね。さっき仕掛け作る前に少し小松へ巻いてたんですけど、結構メジナの姿が見えてるんですよ。ただ、口太メジナから30センチぐらいだと思うんですけどね。なのでメジナの発生は良さそうなので、なんとか頑張って、メジナは見えるんですけどね。サイズ、やっぱこのサイズだよ。しょうがないよね、時期的に。よいしょ、23センチかな。はい、ありがとう。パンメジナが元気ですね。ダメだけどな。お、よく引く。よく引くけど、そうでしたか。お、少しサイズアップしたかもわかんないですね。少しサイズアップした。針はいいところにかかってます。32センチ。32センチですね。もう、のっこみ終わって、もう叩いた後なんで、ちょっと痩せてますね。サイズがね、やっぱり、今一だよな。すごいね。これメジナですね、あそこで波紋を作ってるのは。やっぱりですね、もうちょいけ。ゴツゴツしてる。アイゴですね。元気だよな、本当アイゴ。深く入ればアイゴというよりも、浅い棚までもアイゴもね、浮いてきますね。30センチぐらいですね。出しましょう。少しサイズアップした。長さは結構あるんですけどね。マジ大
対抗がないですよね。マサ約34センチですね。贅沢言わずに1匹ぐらい持って帰ろう。31センチですね。はい、さあ。当たりだな。よし。ちょっと元気。アイゴかもわかんないけど。アイゴだな。アイゴだ。今日はね、犬じゃないんだよ。ねえ、今日はいいんだぞ。ご安心してて。はい、さあ、ハリをブレバリの7号に変えました。活性は良さそうなので、まあ、できるだけ大きいやつ。約35センチ。
約35センチですね。30センチぐらいですね。おー、当たった。強烈な当たりだ。ならないか。ないだ。今いい当たりだったよ。切られてる。ハリオですね。7号から5号に変えました。メジナは張りがかりすると思うんですけどね、ここでお腹がメジナみたいなのがねガツンってくると切られて終わるんですよね。最後か。メジナだ。やったぜ。うわ、やめて。その辺はやめて。お、なかなかしぶといよこいつ。まあもうサイズアップしたんじゃないですかこれ。ねえ。よいしょ。あ、やったよメジナ。まだやる気があって32、3かな。何センチ？もう34ですね。あたりですね。よし乗った。これはあ、これメジナだな。多分さっきと同じぐらいか、ちょっと小さくなったかな。小さくなりましたね。これはビジっすよ。はい、ありがとう、さよなら。意外なんでんな。頑張って。
帰ろう。よいしょ。34センチですね。34センチ。もう帰るよ。メチナ5枚だったかな、5枚ぐらい持って帰れたんで、ああよかったです。ちょっとお腹メチナはね残念でしたけど、楽しい一日でした。今回もご視聴ありがとうございました。